年末に向けて早くもラストスパートです。富士山本宮浅間大社では新年に向けて大かぶら屋など縁起物の準備が最盛期を迎えています。正月の三が日におよそ20万人の参拝者が訪れる富士宮市の富士山本宮浅間大社では140センチほどある大かぶら屋などの縁起物作りが進んでいます。巫女たちは来年の干支、牛や富士山が描かれた絵馬を丁寧に手作業で屋に取り付けるなど縁起物をおよそ1万4000点用意します。新型コロナウイルスの収束を願って一体一体気持ちを込めて作らせていただいております。富士山本宮浅間大社では新型コロナウイルスの感染症対策として例年大晦日の夜からとしている縁起物の受け取りを今月12日から前倒して始めるということです。